こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。この波動チャンネルでは、こちらの波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるの中で解説が必要な部分であるとか、ご質問にお答えをさせていただいてますが、今日はですね、前回波動が高い人の特徴をお伝えしたんですけれども、それの動画は概要欄に貼っ付けておきますが、今日は波動の強い人、波動が強い人の特徴をお伝えをしておきます。で、波動が高い人、波動には高さと強さ、2つの指標があるということは、前回の動画で解説してますので、そちらをちょっとご覧いただければと思いますが、今日は波動が強い人、波動の強さというのは影響力に関係してきます。波動が強い人、影響力、波動が強い人が波動が弱い人に影響力を及ぼせるようになりますので、で、影響力が強いってことは、波動の強さっていうのは現実を動かす強さにもなります。なので、波動の高さというのはアクセスする現実を変えるんですが、それを自分の現実を望む現実に変えていくには、その現実にアクセスをして、今の現実を望む現実に変えていかないといけない。で、この変えていくものっていうのが、この波動の強さに変わります。波動が弱い人はここを変えていけないんですよね。なので、波動の強さを培うっていうのは大事なんですが、そんな波動が強い人の特徴は何かというと、まず性格的には、自分を信じている。この信じる強さ、自分を信じる強さが、波動の強さに変わってきます。あと結構ね、強くて厳しい、単に波動が強いってだけですよ。高さではないので、高さは愛とか優しさとか穏やかさなんですが、強さ、波動の強さは性格的には強くて厳しいっていう部分があります。なので、波動が高くて強い人っていうのは、愛情もありながら愛と厳しさを両方持ってる人っていうのが、波動が高くて強い人です。で、服装とか、身なりは、高いもの、高価なもの、高価なものを身につけてたりします。で、これ何かというと、波動の強さっていうのは、実は、イコールエネルギーの大きさでもあります。で、高価なものっていうのは、お金はエネルギーですので、エネルギーとよく言われますが、そうなんですが、高価なもの、例えば時計とかバッグとか、ピアスとかネックレスとか指輪とか、そういったもので、高価なものっていうのは、たくさんのお金のエネルギーがこもってるものなので、それを持つだけで波動は強くなります。なので、服装としては高価なものを身につけていたりします。ただこれは絶対ではないです。波動の強さの、波動の高さの部分でもお伝えしましたが、今からお伝えするものを全部満たしている必要はないので、一個のここが嫌なら、他の部分で波動を強くしていけばいい話なので、絶対高価なものを身につける必要があるかというと、そうじゃないということを、ちゃんと認識しておいてください。この辺、誤解される方も多いので、絶対ではなくて、こういう部分、これを身につけてると波動は強くなりますよっていうお話ですので、そこは誤解のないようにお願いします。で、特徴、まず声が大きいです。声大きい人の方が相手よりも影響を及ぼすことができるので、波動が強い人は声が大きかったりします。腹からの声を出してね。あと存在感があります。力強い、すごく抽象的で申し訳ないですが、目力が強い、そういった部分がありますが、この辺ももうどうしようもないので、少なくともこれですね、取り組みやすい、声を大きくするだけで波動は強くなります。
それはすぐできる話ですので、でやっぱ全部リンクしてて自信がある人っていうのは声が大きくなりますので、全部リンクしてるんですが、声を大きくすることで、自信が出たりしますので、やりやすいところからやられるといいかなと思います。で、あり方、自分の存在意義、強く信じてる、でみたいな、で自分の存在意義を強く、ね、波動の高さのとこでは、自分の存在価値を高く信じてるとお伝えしましたが、強さは自分の存在意義を強く信じてる、自分って必要な人間なんだってすごくね確信してるんですよね。波動の強さで確信してると声も大きくなるんですよ。で確信してると存在感も出たり目力も強くなってる、全部リンクしてるんですが、 あり方としてはそんな感じです。で自分大好きです、自分大好きで、自分を一番、自分が一番なんです。でこれ自分を一番最優先させることに罪悪感ある人はの方が波動は弱くなります。まあ、そういう人多いので、自分が一番得していいのかなとか、そういうことを思ってしまうと波動は弱くなりますが、波動が強い人はもう当然そこに対して疑いはないです。自分を一番大切にしていいと思っているので、自分が一番なんです。それと、自己投資をたくさん、これはちょっと人によるとこあります。自分のこと信じられずにたくさんのセミナーに、セミナージプシーのように行ってる人はちょっと考えた方がいいです。そういう人は波動は弱いのでちょっと違うんですが、まあ、セミナーだけでなくてこういう服に投資するとか見た目に投資するとかそういったことも含め自己投資をたくさんしているっていうことは自分に対してたくさんのお金のエネルギーっていうのを注いでいるので、必然的にそのエネルギーが宿りますので波動は強くなります。そうやって、自分を良くするために自分を輝かせるために投資するっていうことをもうたくさんしてると波動は強くなる。でまあ こんな感じかなと思いますが、特に高価なものとか自己投資っていうのも自分の身の丈でしないとおかしなことになってしまいますので、そこはちょっと気をつけていただきたいんですが、まあ、こういう特徴がありますので、ご自身がやりやすいところから、特に自分を大好きになるとか自分を最優先させてあげるとか大きな声を出すとかそういったところからされるといいかなと思います。でこれが波動が強い人の特徴で、波動が高い人の特徴とはまたちょっと微妙に違っていたりしますので、この辺のことをで波動が高くて強い人っていうのは両方兼ね備えていますので、この辺のことを参考にしながらご自身の波動を強く、で前回の動画で波動高く、そういったことを取り組まれるとまたいろんな出来事っていうのが変わっていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。もしこの情報が良ければチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で、これをシェアしてあげたいなという方がいらっしゃればぜひシェアをしていただければと思います。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。